なんです。今日は幸せとお金の講義、いくらあれば幸せなのかということで、お金と幸せのテーマについては結構お話ししてきてるんですけども、今日も、ちょっと視点を変えてお話ししてみたいと思います。で、アメリカのですね、研究で、分かっているのが、年収と、幸せの、関係ですね。で、これ具体的な数字が出てまして、エビデンスがですね、はっきりとある、わけではないんですけれども、よく言われているのは7万5千ドルですね、年に。年収7万5千ドル。今のレートですと、日本円で1100万円ぐらい、までは、収入が増えるごとに幸せ度は上がるんだけれども、それを超えるとですね、7万5千ドル年に、稼ぐようになると、それ以上増えてもですね、幸福度が上がらないというデータがあるんですよね。これはですね、一つの参考の例、ということで、目安にするのはいいかなと。今、1100万円ですね、年収がない場合は、ここを目指すことでお金が増えるごとにですね、幸せ度は上がっていくと。逆にそれ以上は目指してもしょうがないというような、一つの目安になりますよね。もちろんですね、人によってですね、お金によってやれること、やりたいことっていうのは違いますし、例えばですね、要は豪華クルーズでですね、世界を回りたいってなったらですね、数千万とかっていうのが必要になりますよね。で、いろんなところに住みたいとかですね、海外のいろんな場所に住みたいとか、もう日本をですね、移動しながら暮らしたいとかですね、日本中。そういう夢があったらもっと必要なのかもしれないですし、それは夢によって必要なお金っていうのは違ってくるので、選択肢を広げるっていう面では、収入は多い方がいいのかなとは思うんですけども、一応の目安としてこういう数字がありますと。で、よく地位財っていう言い方があるんですよね。地位っていうのはポジションの地位ですね。で、財は財産の財なんですけども、地位財っていうのは、お金で測れる、ものですね。例えば、今言った年収だったりとか、そういうものなんですけれども。で、お金で測れない幸せを目指すことで、よりですね、人は幸せを感じられると。要は結局ですね、おか、あの年収とかっていうのは人と比較して、要は自分の方が多い少ないってことで一喜一憂したりするものですよね。なので、お金で測れない幸せ、つまり非地位財ですね。これ、例えば、家族との良い関係だったりとか、自分の自己成長とかですね、やりがいとか、そういったものなんですけども、こっちの方がですね、やっぱり長続きする幸せになるわけなんですよね。結局、そのお金で測れる地位財っていうのはなかなか長続きしないものだと。で、やっぱりですね、人と比較して、要は自分が例えばですね、年収1000万いっても2000万円の人、多く稼いでる人っていうのはいるわけですし、上には上がいると。結局、人と比較してですね、全然幸せ感を感じられないと、いうような、男性に特に多いんですけども、こういう、ですね、際限のない スパイラルに入らないためには、まずですね、最低支出額を計算するっていうのを僕はお勧めしてるんですね。で、生活するためにどれだけ必要なのか、どれだけあれば、要は逆に生きられるのかっていうものですよね。例えば、人によってはですね、月20万円でも足りるかもしれないですし、もう少し必要で3、40万円必要だっていう人もいるかもしれないですし、これをですね、一回ですね、紙に書き出していただきたいんですよね、数字で。目に見える形で可視化していただきたいんですよね。で、まずその最低これだけあれば、生きられると思ったらですね、それ以上稼ごうという、ことは必要ないですよね。要は、もうそれ際限なくですね、仕事をする、不安だからどん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 仕事をしてしまうとか、仕事を掛け持ってしまうみたいな、そういう不安に駆られてですね、他のことを、時間とか家族とかですね、そういったものを犠牲にすることを避けられますよね。最低これだけあればいいっていう金額が分かっていれば。で、これにですね、それが分かったら、これに15%ぐらい余裕を持たせるってことを考えていただきたいんですよね。なので、支出を15%、要は収入ですね、収入が15%もう少しあれば、やっぱり余裕があると、気持ちに余裕が出るの。こういう発想でやっていただければ、際限なくですね、仕事に取りつかれて、不安で仕事ばかりするっていうようなことも避けられるのかなというふうに思います。で、
まあ、支出額ですね、結局ですね、なるべく節約する、要は投資のためのお金もそうなんですけども、投資するお金を捻出するためにですね、まあ、節約っていう発想が今いろんなところで語られてるんですけども、まあ、これはよく話しているようにですね、固定費、大きな固定費から節約していくっていうのが重要ですよね。まあ、一番大きなのは家賃で、次が、まあ光熱費とか通信費ですね、必ず毎月かかるもの、まあ、そういったものを見直しておく。あと不要なサブスクを、見直す、保険とかですね、そういったもの、まあ、車は必要、ない場所に住んでいるのであれば手放すとかですね、まあ、そういう感じでどんどん固定費を削っていく。大きな金額から、その削減効果の大きいものから削っていくっていうようなことですね、1回はやっていただく必要があるのかなと。それによってですね、最低支出額っていうのを出して、実はそんなに多くなかったりするんですよね。まあもちろん家族がいる場合と独身の場合でまた違ってくるんですけれども、それでもですね、思ったよりも全然少なくて済むっていうことがあったりします。そうすると心に平安が訪れるんですよね。安心感がものすごくあります。なので、たくさん稼ごうとする前にですね、まずはどれだけあれば十分なのかっていうのを考えるのがいいのかなというふうに思います。ということで、こういったライフハック的なお話だったりとか、海外と日本との二拠点生活、あとは、インターネットビジネスで投資のための資金をですね、貯める方法だったりとか、その、投資ですね、海外の有利な投資案件、まあ、クローズの投資案件というのをご紹介してますので、もし興味あれば下にある説明欄の方から無料のメールマガジン公式欄に登録いただいて、お気軽にご相談いただければと思います。いつもありがとうございます。